はい、どうも、あずまでねがんです。ねえ、まこ、ちょっと、はい、一個ちょっと最近、鼻を出して思ってることあるよね、俺ら。ありますね。これ何かと言いますと、鼻をが乗ってる車なんですよ。それは、迷いますね。じゃあもうこれ、これかな、これかな。なんか30万ぐらいの車なんですよ。それでもう15万キロやってて、何がやばいかって、もう後ろのドアが開かへんっていう。もうどうしてもね、僕たちその車を買い替えさせたいということで、今回用意した企画なんですけども、大物 YouTuber に聞いてみた鼻緒に乗ってほしい車は何僕も11名の大物 YouTuber の方々に鼻緒に乗ってほしい車は何って、まあ、直接聞いたり電話で聞いたりしていきました。この中にもうね、そのくじが入ってるんですけど、それを鼻緒が1個ほんまにランダムに引いて、くじで引いたやつを買わないといけないという、鼻緒に車を買い替えさせたいと思います。というわけで、Make it possible with 四駆。坂道でね、何も、うん、何もアクセルとかブレーキとか何も踏まなかったら、絶対下に。来た。ガム見て、右下のガム見て。右下のガム。やばい。ほら。何撮ってんの？撮らないよ。高いな。何？こちらの車なんですけど、ちょっと車検引っかかりそうなんで、ちょっとチェックしたいんですけど、どれぐらい乗られてましたこの車。これまだ1年半ぐらいです。まず何撮ってんの、許可なく人ん家の前で。まずこれ、これまずこれで、別に言わない。まずこれね、別に言わない。パッタム BMW です。パッタム BMW で、これね、で、これ何これ、チロン、これ何これ、これはやばい。これは、聞いて、これはあれですよ、あれです、はい、ということで連行します。はい、僕乗ってるっていうのが140万で YouTuber 乗ってる車に世界ランキングです。ポケモンシール見てへんけ、お前。これほらポケモンシール、あ、確かに。はい、ということで鼻を車買う完成。いや、まだいけるやろ。はい、そういうことで今回、花尾さん、買わないといけないという、そういうロジックになっております。じゃあ、ラインナップ、見ていきますか。ラインナップその1。お。オルタカチャンネル。おー、ありがとうございます。オルタカちゃんと貼ってるのか。モンスターボールのよ。この、香川のね、UFS の。これ、この時。僕も見た時じゃないですけど。そう、香川の UFS の時。何か。一発目なんですか。あ、そうです。この完全一発目です、この企画の。うん。じゃあ、オルタナさんからいきますか。いや、やっぱ、花尾くん、面白い方が、いいと思うかな。そうね、はい、移動販売車そういうことだいきなり来たな、移動販売車。内藤さんは移動販売車でございます。そうな、いや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 、ほんとふざけとんな。企画もできるし、移動もできる。これ最強やん、素晴らしい車やんっていう。ろくなこと言ってくんねえじゃねえか。で、ジャパさんがこれです。じゃあ、ジャパさんなんかありますか。僕はトゥクトゥクで。いいね。やってんな。シムジャパさんが乗ってくださいよ、それは。ジャパさん、トゥクトゥク。俺に押し付けないでください、それは。じゃあ続きまして、水溜りボンド、トミーとカンタ、ユーフェス行ったんでね。ユーフェスの時にバーって聞いて、大物ばっかりですよ、ほんまに。今あいつが乗ってるボクシーが、うん、もう車体価格11万のマジヤバいやつなんですよ。なるほど。だからもう俺が買えろって言って、でも買えるならせっかくやから企画にしようっていう感じ。じゃあボクシーで。あ、普通にシンプルで。いや、ありがとうございます。じゃあ続きまして、カンタ君。はい。いや、カンタ君も。じゃあフェラーリで。カンタが言うよ。そう。じゃあフェラーリで。じゃあフェラーリって言って。フェラーリオッケーなんだ。フェラーリオッケー。いや、オッケーじゃねえよ。小さなやつが悪いってこと。オッケーじゃねえよ。絶対だと、それは。僕は悪くないっすよね、今。今の悪くないっす、全然悪くないっす。はい。もうこれ絶対フェラーリ引いたら、フェラーリ買ってよ。いやいや、無理やべえ。絶対。伊藤さん。この香川は雪犬いましたよね。あ、雪犬もね、今言っときます。雪犬は、はい、で、尖ってるやん、あいつ。でも、長距離トラック。あ、鈴じゃねえのか。これ、免許持ってない。免許、まず運転できるところだから、それ、ほんまに。軽トラだといけるんですよね。軽トラはいけると思います。軽トラにしてよ。ということで、
長距離トラックやと免許持ってなくて運転できひん、はいはい、だから軽トラっていうロジックが組まれました。ロジックなさやけど、はい、あのフェラーリより全然バシッ。もうみんなチョケにチョケ倒そう。いやいやもうさ、チョケにチョケ爆弾しかない。ボクシーだけやん、ほんま唯一。はい、続きまして6人目、北内フェルト聞きました。似てる似てる。じゃあポルシェとか出てないならどうする。ああポルシェ出てません。ポルシェ出てないので。ポルシェね。あとか言ってんちゃうでお前。なんなんみんな。みんなみんな他人事やと思ってよ。続きましてこの方です。続きましてこの方。お前やってんな。お前エンゼルフレンジさんです。なんかガチで鼻緒に乗ってほしい車ってあります？まあやっぱ俺が炎上した時のために消防車かな。消防車って結構高いわけ。変な一人消防車の値段って。消防車って知らないやつ初めて聞いた。基本的に安くても2000万ぐらいかも。なんで知ってんねん。なんで知ってんねん。1億ぐらいになるって8号車になるから。いや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 、いっちゃい高級車やったよ。 YouTuber が炎上した時のために鼻をそれ持っとけば、まあ、駆けつけてネタにもできるし。マジレな口調何言ってんだよ。マジレな口調何言うと思っちゃう。ヒカルさんのボール取っちゃったらあなた2億ぐらいなくなる可能性ある。いや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 、お前さ。俺自害するしかないんやけど、それ引いたらやばい。はい、ということでえっちゃー。えっちゃん、私ね、単純にスポーツカーとかかっこいい車好きなんで。はいはいはい。シルビア。あんま分からんけど、まあ正直一番マシよね。あの、僕が大好きな人です、これ。ドゥン。呼び乗りで。答え。お前それ著作権。答え完全著作権違反しますけど。名探偵コナンで、はい、あの一番事件にあってる車って何とか知ってます？巻き込まれてる。もうこの車だと大体事件が一個起きるっていう車があって。黒いバン。いやいや、まあそれは赤型の方。最初から事件それは。それがアガサ博士の車。あれが、フォルクスワーゲン。作中ではビートルって呼ばれてるやつですね。はいはい、そう、あの色は必ず黄色で。目立つな、家割れ不可避やん。はい、ということで次伊沢くん。伊沢くんにも聞きました。ある程度今回は丸いところで勘弁しましょう。アルファードあたりでどうですか。アルファードね。おー、アルファード名前の由来は一等星のアルファ星、星座のアルファ星にちなんでるんで。あ、なるほど。まあ、要するに集団の中で一番明るいっていうことですね。あ、そういう存在であってほしいっていう鼻緒がね。まあ、そんなこともないですけどね。あ、そんなことはないということで、ちゃうんかい。ということで伊沢くんはアルファードということで。うん、タクシーってことあると思ったわ。ということで、でも伊沢くんはどっちかというと都民寄りでだいぶマシな方。そうですね。でまあマシな方の希望は出てきたな。ということで最後の大物 YouTuber、 まこさん、これ大物っすよね。よう連絡取れたなっていう。いや、そのレベル、そのレベルマジで。そのレベル鎌田社長。あー、まあ、もうちょい上かもしれん。逆に当たらんと思う、これ東大元暮らしとか。逆に当たらんと思う。はい、今、せーの。こんなしないよ、この顔。これ、誰よりも YouTuber あるよ、大物の。勝手にそういうキャラ仕立て上げてディスるっていう。YouTube やりたい。YouTube やりたい。全然。想定外すぎて、東大元暮らしどころじゃないの、お前これ。眼中になかったよ。アウトオブ眼中ね。どうしよっかな。ブラッティシロンとかでいいんじゃん。2億ぐらいするけど。お前なんで知ってんの、そんな車。何これ、すげえかっこいい。ということで、まあ整理すると、はい、という11のラインナップの中から1台が決まると。いやもうさ、シビアすぎるやろこれ。これ練習で1回引いてみる。練習で引きますよ。1回これ練習で引いてみる、マジで。いや、これマジ仮にね。あ、引きますよ。はい、これせーの、ドン。フェルト、ポルシェ。人生終わってたわ。練習って言ってなかったら死んでたわ。いやいやいや、これはもう排除。もうポルシェはなくなった。ああ、今回のルールお気づきになりました？あ、なんかあった。今回のルールなんですけど、はい、10回引いて、はい、最後に残った1個が答えっていう感じです、ね、最後まで1個残ったやつを買わなあかんっていう。ああ、そういうことですね。わかりました。じゃあいきますよ。はい、2個目。次はこいつだ。せーの、ドン。おー、消防車。消防車ではなかった。消防車ではないですね、はい、さっきからさ。
炎上したら自分でなんとかしてくださいということで、じゃあ次ね、3つ引きします。一気に一気に、あ、3つ引く、はい、じゃあ次、3つ引きます、はい、いっせーのーべ、はい、トビー、ボクシーな、ボクシー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 なくなったと、移動販売車と、移動販売車と渋谷、あー、なくなった、この2つまだマシやったので、あ、もうほぼほぼ買える車ないんやけど、いやでも軽トラアルファードはいけんじゃん、まあ、正直、ま、狙い目としては最終トゥクトゥクアルファードに結構あるな。じゃあ次ニコヘラに聞きます。ニコ引こう、ニコ引きましょう、はい、あ、せーのドン、誰誰誰誰、あ、渋谷トゥクトゥクトゥク軽トラ、あー、あー、あー、お前、いやー、鼻濃い、じゃあ行こう、次2引こんじゃん、出てこいやもうせーのドン、読み直り、ハンダ出てきた、ハンダが出てきました。だいぶ耐えたくない、え、でも残ってんの何か覚えてます？カンタと、うん、タクシーにアルファードも言うて俺にとっては全然高いしな。まあだって400ぐらいするからね、300、価値観バグってるよ。だからさ、みんなもうさ、頭おかしい車ばっかり言うからさじゃあ最後、これ引いた方じゃない、残った方を買うってことね。じゃあ俺、じゃあ残った方を引くわ。俺できればカンタ引きたいというところ、そういうことやね。俺が伊沢くん引いてたらアルファード、俺がカンタくん引いてたらフェラーリを買うっていうことが決まるんで、これー、あー、カンタパワーをくれ、カンタ、カンタ、はいいや、はいハイツみたいな、積分積水ハウスみたいな、積分、お金取りすぎ、積分ハウスはい、じゃあ決めます、はい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 、頼む、一斉ノーズで渡しましょう、はい、一斉ノーズ、じゃあフェラーリで、もうこれ絶対フェラーリ引いたらフェラーリ買ったよ。いや、アルファードあたりでどうですか。アルファードね、まあ、そんなこともないですけどね。一せーのーで、いでよカンタ、わっしゃということで、花尾アルファード購入決定、入れた、いや、運強すぎるやろ俺マジでうわーうわー怖かった、あー、いや、マジ魂が抜けた。よし、これでアルファードが買えるぞ。間違いないか見といてください。アルファードもお支払いをも今日、あ、今日でも大丈夫です。大丈夫ですか、はい、はい。